そんなことより見てみろよ。この牛、確かに変な顔の牛だね。特に目が気になるな。ずっと見てると可愛く思えてくるよ。ジャースー、マイクラやってるかい？ジャースー、マイクラやってません。マイクラやれよ。いや、お金がなくてマイクラ買えなくて。と、いう方に、今回は無料でできるマインクラフトを紹介するぜ。ジャバンオツでした。っていうか、そんなの紹介して大丈夫？サングラスかけて黒いスーツの人に追いかけられない？逃走中かよ。大丈夫だ。これはスマホを持ってる人なら誰でもできるマインクラフトなんだ。つまりパクリゲーってことだよ。というわけで早速レビューから紹介していくぞ。イライラしているようだな。だ、大丈夫なのこれ。次のレビューに行くぞ。翔さんのこのレビューだ。かわいい。って、なんか最後怖えな。薬物的な中毒があるのかも。あ、それ以上はやめてください。次のレビューは、なるほどなるほど。ワールドがおかしくなって数秒経つと、画面が暗くなり、ワールドに入るところからスタートになります。いや怖すぎ。これって本当に無料でできるマインクラフトなんだよね。あ、パクリゲーな。やめてー。ちなみに今映ってるこれが例の？そうそう、マルチクラフトっていう iOS でできるゲームだ。さっきから音量調整しまくってるけど気にしないでくれ。お、キャラクターが二人出てきたよ。とりあえず男の方で行くぜ。あんまりスティーブには似てないね。右のボタンでジャンプだな。のマークを押すとどうなるかな？お、見慣れたクラフト画面っぽいね。微妙に違うけどな。男のキャラがやけにダンディだな。体力ゲージと肉ゲージも特に違和感ないね。あ、落としちまった。の。って何？翻訳ミスとかだろ。ミスとかのレベルじゃねえぞ。まあ、細かいことは気にすんな。お、長押しで削れるぞ。なんか、違和感すごいね。これは、キノコか。あんまり美味しそうじゃないね。今一瞬、色のキノコって見えたけどやっぱり翻訳おかしいよね。まあ色ついてるし間違ってないだろ。納得できないよ。ひまわりはサンフラワーか。気にしたら負けな気がしてきた。お、キツネか？とりあえず殴っとくか。今年もサイコパス全開だね。てか顔がやけにリアルだよ。そんなことより主人公の声が渋すぎる。キツネさんかわいそうに。サイコパスに遭遇しちゃったね。何か言ったか？いえ。何も、そういえばクラフトはどんな感じなの？そうだな。やってみるか。とりあえずこの板材を使って。リンゴ要素どこ？リンゴの木から取れた板材なんじゃね？知らんけど。なら板材だけでいいでしょ。ああ、もうすごい気になっちゃう。広告がゲームの無、蚊に貢献。うるせえ。この広告はまずい。エヴァって一体どんなゲームなんだろうな。あれはダウンロードしたら負けだと思ってる。やっと広告終わった。1分ぐらいあったね。あれ？なんか足音聞こえない？確かにな。ん？鳥だ。これは本物のマイクラでも見かけたことがあるね。とりあえずやっちまうか。アーメン。剣でやっちまう方が早いかな。武器を切り替えて。の、のって何？翻訳ミスとかじゃなくてやる気の問題だよね。文句多いぞ。買い物？あれ？これって僕が悪いの。混乱してきた。とりあえずこのスティーブもどきの顔見て落ち着けよ。余計不安なるわ。真顔でナイフ持ってこっち見てくるおっさん。余計に不安なるわ。とりあえずクラフトしてみたけど、作業台とかはマイクラと同じっぽいな。そうだね。ちょっと操作が難しいな。思い通りにいかないぞ。なんかピクピクなってるね。とりあえず設置してみるぞ。お、作業台は少し感じが違うな。ノコギリとかなとこのイラストが映ってるね。よし、とりあえずツルハシ作ってみるか。お、なんとかできたっぽい。何かリアクションして、いや別に普通だったし。じゃあ、このツルハシは普通です。ぐらい言って、不安なゲームを無言でされると怖くなるよ。怖い怖い怖い、2ヶ月前に残したはずの給食のパンが机の奥から出てきた時ぐらい怖いよ。それ怖いか？っていうかお前学校行ったことないだろ。っていうか木のつるはしはちゃんと木のつるはしって、表示されるんだね。何この奇妙なブロック。わからん。買い物食ってみてくれ。僕をなんだと思ってるの。食いしん坊キャラだろ？そうだけど、あ、自覚はあったんだな。お、取れたぞ。ブルー、タバラー、コーラルだってさ、青いサンゴだな。青いサンゴって食べられるのかな？ちょっと食える気してきてるじゃねえか。寝ぼけてたらいける気がする。寝起きの買い物には近づかないでおこう。このノコギリのところにブロックを置くと、こんな風に分解？加工？できるっぽい。おお、これは普通の作業台とは違うのかな？全然わからん。だと思うけどもうちょっと頑張ってよ。お、あれは猫じゃね？おお、これはこれで可愛くていいね。だなぁ、馬の質感もいい感じだな。君の相場が、おいやめろ。ん？あの後ろ姿はなんだ？うわぁ、
キモい、僕のたくさんのボキャブラリーをもってしても出てくる言葉は一つ。キモい、カエモンの言い回しは気になるけど確かに不気味だな。これは多分、羊か？ぽいね。にっこりしてるよ。エンドロッドみたいな足しやがって、倒したら羊毛出るかな？お、羊肉と羊毛が出たね。キメラって言われても信じちまうな。勘のいいガキは嫌いだよ。なんか鶏は急にシンプルだな。逆に落ち着く。洞窟っぽいとこ来たでー。なんで伊勢関西弁？お、ちゃんと松明も作れるな。めえ、だってさ、今までに慣れすぎてすごいいい翻訳に感じちゃうよ。カエモンもバグって参りました。気づいたら真っ暗だ。博士何もしてなくない？まあ、そういう発想もあるな。そういう発想しかないよ。っていうかさっきから周りでいろんな音がするんだよな。あれ？あそこになんかいない？お、ほんとだな。敵か、行ってみようよ。オッケー、松明を置いて。おう、熊か、もふもふしてて可愛いな。キャー座ったよ。可愛いもの見た時の女子か。ちゃんと肉球もある、眉毛も垂れてて可愛い。そうだな。うなずいてて足も動かして最高じゃん。抱きしめたいよ。いや、声怖。え、今の熊の鳴き声か？周りには何もいないっぽいし。そんなギャップいらないよ。倒したらどうなるかな？クマさーん。お、肉が3つも。美味しく食べるね、クマさん。クマの肉ってうまいのか？美味しいよ。食ったことあんのかよ。それでクマさん可愛い、とか言ってたんか。お前が怖いわ。なんかいろいろいじってんだけど。お、リスポーン地点を設定できるっぽいな。へえ、それはかなり便利だね。あとはチートは使えるのかな？試してみようよ。ゲームモード、クリエイティブット、どんな感じ？ん、無理っぽいかな。まあ、それは仕方ないね。おお、その辺歩き回ってたら村があったぞ。こんばんは。言葉と行動が噛み合ってないよ博士。でも、ほら、怒ってないし。お母ちゃんあんたをそんな風に育てた覚えはないで。誰がお母ちゃんだよ。でもこの村人はマイクラよりちゃんと人っぽいな。倒した時の罪悪感も一味違うぜ。誰かこの人止めて。それぞれにちゃんと名前があるんだな。さっきの人に家族もいたんだよ。おお、この人は取引できるぞ。この世界にもエメラルドっぽいのがあるみたいだな。よし、次は家の中に入ってみるか。お、二人いるね。カップルかな？三畳ぐらいの部屋で二人はきついな。とりあえず寝るか。この二人からすると恐怖でしかないね。やばい、起きたら男の人が二人来てた。と、とりあえず逃げよう。お邪魔しましたー。この家には何かあるかな？お、食べ物があるな。一応持って行っておくか。お腹減ったなー。ていうか敵モブはいないのかな？さっき夜になったけど見かけなかったよね。そうなんだよなー。ゾンビとかいないのかな？ちょっと探してみようよ。オッケー、探してみるかー。お、あれは？敵モブっぽいね。おお、これは多分クモだな。白いクモと黒いクモがいるぞ。でも攻撃してくる様子はないね。そうだな。なんか異常に小さいクモもいるな。とりあえず攻撃してみるか。声がかなり気になるね。オラ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 。あ、やばいかも。博士？いや、死んだ時はどうなるのかな？って急に思ってさ、やばいかもって言ってたような。今やつあたりパンチしたね。てか死んだ場所がちゃんと表示されるのはかなり優しいね。そんなことより見てみろよ。この牛、確かに変な顔の牛だね。特に目が気になるな。ずっと見てると可愛く思えてくるよ。ちょっとわかる。よし、次は別のパクリゲーやってくぞ。もう普通に行っちゃってるね。今度はカエモンがやってみるか？え、いいの？じゃあやってみようかな。あ、広告出ちゃった。無料ゲームの定めだな。このゲームは、ワールドクラフト2ってゲームだ。いきなり2なんだね。お、なんか最初からツルハシとか持ってるよ。ほんとだな。でも体力ゲージとかがないぞ。クリエイティブモード限定ってことかな？かもなぁ。キャラは結構マイクラっぽいよ。確かにな。あ、ちなみにレビューはこんな感じだったぞ。操作性を良くしたら多分良くなる。とにかく操作性良くしないとオワコン。ゲーム閉じたら持ってるものが全部なくなる。これは一旦もう消す。スティーブじゃないじゃん。クモもいないし、開いたら思ってたのと違った。でも楽しいよ。でもね、スティーブが良かった。ん？てかページめくんの面倒いからパクらんといてほしい。少しの間何も食べないと簡単に死ぬ。何もできない。もうすごい嫌な予感だよ。このゲームも周りから音がたくさんするね。プシュプシュなってるな。でも周りには何もないよ。松明を置いてみたけどちょっとバグってるね。あとなんか細いな。ん？なんか操作が難しいな。思ったように動かせないや。あ、武器捨てちゃった。あれ？おかしいな。何しとんねん。その関西弁気になるからやめてほしい。なんかツルハシが拾えないんだよ。マジか、もしかしてしよう。だとしたら鬼畜すぎるけど、ダメだ。全然取れない。諦めるしかないな。博士、牛がいたよ。まあ、確かに牛だな。なんかさっきのゲームで慣れちゃって、このぐらいの牛ならなんとも思わなくなっちゃった。
そうだな。次は鶏がいたよ。カレーくんみたいだな。チーズ味がいいな。おお、この辺は砂漠かな？っていうかワールドを読み込むとめちゃくちゃ重くなるよ。あ、サボテンだ。サボテンってこんな音するのかな？しないだろ。てかサボテンの音ってなんだ。さて、暗くなってきたなぁ。あ、メニュー画面とかまだ見てなかったな。何か面白そうなアイテムないかな？マイクラで見覚えのあるアイテムがいっぱいあるなぁ。とりあえず溶岩がどんな感じか見てみよう。てか暗、周りが何にも見えないよ。溶岩流したら明るくなるだろ。そうだね。てか、バグっちゃってずっと前進しちゃうんだけど。とりあえず溶岩流すよ。おお、明るい。ちゃんと溶岩だ。ちゃんと溶岩ってなんだ。結構広がってくねー。広がりすぎじゃない？だな。まあ、ある意味ちゃんと溶岩してるのかな。だからちゃんと溶岩ってなんだよ。あ、バグも治ったよ。最後に鶏に溶岩かけてカラーくんにしてみるね。炭になるだろ。とやー、カラーくんになれー。なんか、こ。って聞こえるけど、あ、消えた。かわいそうに。あのカラーくんにも家族がいたのに。博士に言われたくないよ。よし、ということで今回はここまでだー。やっぱりマイクラが一番だねー。そうだなー、実家って感じがするぜー。それじゃあみんなチャンネル登録、高評価、コメントよろしくなー。それじゃあバイバイ。バイバイブー。